今日はですね、私がこの秋冬に向けて買ったファッション系の小物とか服とかを全部紹介していきたいと思います。もうたくさんあるのでパッといきます。1個目はもう着てるんですけど、すごく気に入りのシティショップのブラウスです。これはメガネを紹介する動画でも着ていたので見覚えある方もいると思うんですけど、袖がすごく可愛い。生地がね、真っ黒なんですけど柄になってて、ちょっとシアーっぽい感じのブラウスです。前にボリュームがあって、で丈がね割と長めで、パンツに合わせてるけど、パンツに合わせるとなんかバランスが結構難しくて、ヒールとかに合わせないとちょっとねバランスが難しいブラウスとなっております。スカートとかに合わせる方がいいかなって思います。ここに並んでない方がいいかな、見栄え的に。次、帽子にしよう。これはビビアンのバケットハット、この黒なんですけど、ロゴの主張が激しいものあんまり好きじゃなくて、ブランドのものだとこのくらいの主張だったらいいかなと思って買いました。結構ね深いんですよね、これ。こんな感じで黒のバケハです。これはなんか後ろが短くて前が長くなっているもので、私は深めに被るけど多分浅めに被ったりもできますとか、多分折ったりもしていいのかな。こんな感じで被ります。あったかいやつで冬に被れますね。はい、形がすごく可愛いです。次、スイコックとユナイテッドアローズさんのコラボの、なんていうのこれ、サンダルみたいなスリッポンみたいなやつです。私はちょっと足が大きいので一番大きいサイズなんですけど、それでもちょっときつくて、だけどここでテープで調整ができるので履いてます。結構ラフなんですけど、ボリュームがあるのでなんかラフな格好にもバランスが取れて可愛いボアのやつです。可愛い。次、小物先行っちゃおう。トゥモローランドのバッグ、また黒なんですけど、まあ、黒好きですね。ベーシックバッグっていう YouTube でも紹介したと思うのですが、はい、とても使いやすいバッグです。詳しくはそっち見てください。肩掛けできたりハンドバッグにもできたり、外側にポケットついてたり便利です。かわいい。次、服いきますね。やっとこれを着替えます。じゃん。インスタに載せた時に多分どこのですかって聞かれた時がすごく多かった。ワンコのスウェットです。可愛すぎる。このねグレーにネイビーにこのワンコっていうのにすごい一目惚れして買いました。多分韓国のブランドなんですけど、確か1万円ぐらいだった気がする。可愛いですよね。これは白とかグリーンとかもあった。私は大きい方のサイズにしました。サイズ感こんな感じ、結構大きめですね。お尻が隠れます。158センチです。大きめで着たかったので大きいのにしました。ちゃんと裏肝です。私あんまりねなんかフードないやつの裏肝あんま好きじゃないなって思ったんですけど、別にいいやと思って買いました。こういうのにスカート履くのも可愛いですよ。久しぶりに朝撮ってるから頭が働いてないです。タグがすごい可愛い。次、プラージュ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 っていうところのニット、フレンチスリーブ大好きなので買いました。ちょうどいい丈っちゃちょうどいい丈だけど、ちょい長めっちゃちょい長めです。グレー結構多めですね。今年はウールかな、うん、ウールのニットです。あったかいやつでまだヒートテック着なくていいかなっていう時はこういうのに上着着たりして、それだと暑いから脱いでこういう格好になったりしてます。この袖の感じがすごく好きなのでちょっと高かったけど買いました。触り心地もすごいちゃんと良くて、ニットはやっぱり触り心地命だと思うので、でもお気に入りです。次、今回紹介する中で唯一の古着です。ちょっと古着なので使用感とかはあるんですけど可愛いですよね。兄貴っていう大好きな古着屋さんで買いました。やっぱ古着のトレーナーって言ったら兄貴なんですよね。やっぱこういうシミとかも古着並べてやで可愛いです。こういうシルエットとかやっぱり古着可愛い。古着って結構派手なさイメージとか色合いとかのイメージあると思うんですけど、こういうもう全体的な色が3色とかのものは割と使いやすくて好きです。次、やっと黒とグレー以外のものが出てきました。ベージュ、ミラオーベンで買いました。珍しいですよね、私がこういうのを着るの。これはキャミソールと、外の V ネックのニットがセットになってる商品です。
使いやすそうでいいですよね。深めの V ネックなので、なんかまあブラウスの上に着たりしても可愛いし、このキャミは後でまた着れますまだ着てないのがバレる。まあ私にしては珍しいシルエットなんですけど、こういうベージュの色味も可愛くて買いました。なんかもうちょっと明るいやつとかだと似合わないんですけど、なんていうの、こういう私の好きなこう色味に合う色のベージュなので着やすくて可愛いなと思います。まあ意外と似合ってる色なのかな、肌の色的に。はい、どうなんですかねそしてこちらオーラリーのシャツジャケット、このタンクトップはさっきのミラオーエンのニットのキャミソールを着たままにしてみました。可愛すぎる。このシャツジャケットはインスタにも載せたんですけど、すっごく生地が良くて超お気に入り、チャコールグレーのものです。これは実はセットアップでまだパンツは履いてないんですけど、こんな感じで、これメンズなんですよ。で、私あんまりね、冬ってパンツを冬仕様にしなくて、夏のものの、夏物というか、なんかオールシーズン履けるパンツで、冬は中にレギンス履いたりとかするタイプなんですけど、だから冬生地のパンツあんまり持ってなくて、なんですけど、やっぱセットアップってなるとさ、欲しくなっちゃうもんですね。買ってしまいました。オーラリーはやっぱり肌触り良すぎて感動します。超いい。形がすごく綺麗。なんか最近私骨格ナチュラルじゃないかな、ウェーブかなって思って、多分ナチュラルに憧れてナチュラルのように見える服を選びがちなウェーブかなって思って、でナチュラルに見えるなっていう服です。はい、パンツもせっかくなので履いてみます。こんな感じで、うわーめっちゃいい感じ。目が悪くてさ、私いつも思うけど、このモニターがねこんなちっちゃくて見えてないんですよ。どう映ってるかわかんないけど、めっちゃ可愛くない？あー可愛すぎる。あのパンツは何の変哲もないただのメンズのパンツって感じなんですけど、やっぱり生地が良すぎてね、早く冬になってセットアップで着たいです。まだ今の時期は暑くて上羽織るしかしてないんですけど、いやー可愛いわ。出て、いやー可愛い。写真とかあんま撮ってなくて、カメラ見るとなんかピスしちゃうっていう、年を感じる。一番お気に入りかもしれないこのコーデ。どうですかこのセットアップ。形的にはパジャマって言われてもおかしくない形ですよね。多分パジャマとは言わせませんよ。可愛くない？これはメガネの紹介で紹介したシャネル様のサングラスです。今日も最後まで見てくださった皆さんありがとうございました。ではバイバーイ。あーこれはもう、あーでもどうなんだろう、ちょっとこれでドンキホーテとか行ったらパジャマで来ちゃった人みたいになるのかなねえ、なるのかな、ならないよね、なるのかな。まあでもまあまあ